積んだもん。以前の動画で泡盛を作る時には黒麹菌を使うと聞いたのだけど、もう少し詳しく教えてほしいな。まこちゃん、わかったのだ。今回は泡盛が黒麹菌を使用している理由について少し詳しく説明するのだ。動画の内容は次のようになるよ。麹菌とは黒麹菌を使う利点、いつ頃から黒麹菌が使われたのか、黒麹菌の危機からの復活。それでは解説スタートするのだ。麹菌はデンプンを糖に分解する酵素を生成する微生物で、一般的にはカビの一種と考えられているよ。カビの一種。人間にとって食品を美味しくする微生物は善玉菌、食べ物を腐らせるのが悪玉菌という腐敗菌になるのだ。麹菌は善玉菌であり、健康上も安全なので使用しても問題がない菌なのだ。日本の国家は桜国鳥といえばキジなど、いろいろな国丸があるけど、これはその国を代表したり象徴として選ばれているものになるよね。その中に国菌として麹菌が入っているのだ。2006年に日本醸造学会によって認定されているよ。認定された麹菌の種類は黄麹菌、黒麹菌、白麹菌になるのだ。黒麹菌は認定された菌になるんだね。どんな菌なんだろう。黄麹菌、別名は日本麹カビ。でんぷんを糖に分解する力が強くて、古くから味噌や醤油、日本酒、お酢、みりんなどの製造に用いられる菌種になるよ。麹の胞子ができるときに黄色がかった緑色の胞子を形成することから黄麹と呼ばれるのだ。黒麹菌、別名は泡盛麹カビ。黒褐色の胞子を形成することから黒麹と呼ばれるよ。従来から沖縄で泡盛の製造に用いられてきた菌種になり、琉球地域に広く分布している貴重な菌種になるのだ。発酵中に雑菌が発生するのを抑える力が強いので、温暖な沖縄地域においてお酒作りをするのに適していたのだ。白麹菌、泡盛で使用する黒麹菌の突然変異から発見した新種の菌種になるよ。実際は褐色だけど黒麹より色白なことから白麹と呼ばれ、主に焼酎の製造に使われているのだ。この白麹菌を使用することによって焼酎の品質を飛躍的に向上させることができるようになったよ。だから白麹菌を発見した川内源一郎氏は近代焼酎の父と呼ばれているのだ。全国的、世界的な焼酎ブームはこの白麹菌によって広まったと言われているのだ。お酒によって使われる麹菌が違うんだね。いろいろな色で呼ばれているのも面白いね。赤い色の麹菌ってあるのかな。紅麹菌という菌種があるよ。名前の通り鮮やかな紅色の麹となり、沖縄料理の豆腐用や中国のラオチュウやアンチュウなどを作る時に使われるのだ。赤い色もあるんだ。そういえば沖縄料理の豆腐用は食べたことがあるけど、少し苦手だったな。少し癖があるから苦手な人もいるのだけど、泡盛のクースに合わせると美味しいのだ。黒麹作りの焼酎を見かけることがあるけど、泡盛の黒麹菌で作っているの？泡盛用の黒麹菌とは別品種の黒麹菌になるのだ。白麹菌からさらなる突然変異の菌種を発見して、新種の黒麹菌培養に成功したのだ。この黒麹菌を焼酎で使用しているのだ。そうなんだ。それぞれの麹菌には世界共通の名前である学名があり、次のように表記されているよ。黄麹菌、アスペルギルスオリゼ。黒麹菌、アスペルギルスリューチュエンシス。沖縄の歴史的な呼称である琉球にちなんで名付けられているのだ。白麹菌、アスペルギルスリューチュエンシス、ミュータントカワチ。黒麹菌の突然変異から発見されたので、このように名付けられているのだ。泡盛を作る過程の中で、麹作りともろみの仕込みを行う時に黒麹菌を使う利点が出てくるのだ。原料になる米麹を作る時、蒸したお米に黒麹菌をまくのだ。そしてお米を混ぜて黒麹菌を全体に行き渡らせるよ。すると麹ができるのだけど、この時黒麹菌が多量のクエン酸を生成して麹の中に残していくのだ。だからできた米麹はとても酸っぱい麹になるのだ。次にお酒の原料のもろみを作るために米麹と水酵母を加えて発酵させるよ。この時米麹からクエン酸が溶け出てくるので、酸性度合いが高まり、pH が 3.1 から 3.3 という強い酸性状態を示すようになるのだ。自然
全海に生息していて空気中を浮遊している有害な腐敗菌は pH3.5 以下になると増殖できなくなってしまうのだ。だから沖縄の暑い気候でも原料のもろみの腐敗を防ぐことができるのだ。クエン酸パワーなのだ。そして一時仕込みをしたらもろみを蒸留して泡盛を作るのだ。焼酎で行われる二次仕込みのように2回目の原料を入れて二次仕込みを行ってしまうと大量のデンプンを含んだ原料と水が加わるので一次仕込みで生成されたクエン酸が4分の1くらいまで薄まってしまうのだ。そうすると酸性度合いが弱くなり腐敗の危険性が高まってしまうよ。だから泡盛は一次仕込みのみの製法となるのだ。腐敗を防ぐことができるから黒麹菌を使うんだね。もろみにはクエン酸が入っていて酸っぱいのに泡盛が酸っぱくないのはどうしてなの？クエン酸は不揮発性で蒸発しないのでもろみを蒸留してもクエン酸は泡盛には含まれないのだ。泡盛を作り終わった蒸留後のもろみかすには黒麹菌由来のクエン酸やアミノ酸が残っていてたっぷり含まれているのだ。これを原料としていろいろなメーカーさんから健康食品としてもろみ酢が作られているよ。さらに残りのもろみかすは米や畑の農業肥料としてまた豚やヤギなどの家畜の飼料に使われているのだ。東蔵さんは2002年にバイオガスプラントを建設されているよ。蒸留後のもろみかすをメタン発酵処理することで電気、熱エネルギーに変換して有効活用されているのだ。 SDGs なのだ。もろみす健康に良さそう。飲んだことがないのですごく興味があるな。泡盛の製法である蒸留技術は中国もしくは東南アジアから伝わったと考えられているよ。だけど調査の結果沖縄以外には黒麹菌を使用した酒の製造法がなかったのだ。だから黒麹菌を使用した蒸留酒の製造は沖縄独自のものであり温暖な気候の中で独自に泡盛の製造に使用されたものと考えられているよ。当時は桑の木の幹に生える黒いススのようなカビを麹菌として使用して泡盛を作っていたそうなのだ。自然にある菌を使っていたんだね。そして沖縄本島の島々の自然界や樹皮等を調査した結果黒麹菌が多く生息していることが判明したよ。だから当時から黒麹菌が使われていたと考えられているのだ。泡盛は各酒造所が全く違う個性を持った菌を使用していて違う味わいの泡盛を作っていたんだね。現在は黒麹菌の2種泡盛菌と斉藤井菌を使用して作りと貯蔵技術によって味の個性を出しているのだ。実は泡盛製造に必要不可欠な黒麹菌については沖縄独特のものと言われているけどその由来などについて科学的な検証はなかったのだ。え、そうなんだ。実は中国では浙江省の酒醸造を行うとき非公極と呼ばれる紅麹菌、黒麹菌、酵母の混合培養麹が使用されているのだけどこの非公極からは黒麹菌の斉藤井菌が検出されているよ。だから黒麹菌の起源を探る上で注目されていたのだ。1996年に発表された日本のとある研究では泡盛黒麹菌の起源は福建省にあるのではないかと考察しているようだね。麹を使用する醸造技術は最初は蒸留技術とともに伝来した可能性が高いが沖縄の気候風土に合うように改良された結果黒麹を使用するようになったと考えているようだよ。2016年と2017年には沖縄県工業技術センターで泡盛黒麹菌の独自性に関する調査研究を実施して調査していたよ。いろいろな場所で採取した泡盛黒麹菌のゲノム配列情報を解析していて研究成果として残しているのだ。その後の2018年には琉球大農学部の富山博秀教授らの研究グループが酒造や食品の発酵に使われる世界中の44種の菌の全遺伝情報を解析し比較したよ。その結果琉球泡盛の製造に使われる黒麹菌が沖縄由来である可能性が高いことを明らかにしたのだ。従来より黒麹菌は由来が不明で海外から持ち込まれた可能性も指摘されてきたのだけど遺伝情報の解析から沖縄由来の可能性が高まったよ。この成果は2018年に行われた琉球大学農学部のシンポジウムで発表されたのだ。やった、沖縄由来の可能性が高まったんだね。太平洋戦争で壊滅的な打撃を受けた沖縄はほとんどの空酢や酒造器具、麹なども燃え尽きてしまったのだ。
泡盛を作ることができなくなったんだね。戦後、佐喜眞酒造所の2代目である佐久本正義さんが空襲で焼けた酒蔵からお酒を作るのに必要な黒麹菌のついた藁のむしろを発見して黒麹菌の培養に成功したのだ。よかった。また泡盛を作ることができるようになったんだね。この奇跡的な出来事により泡盛の戦後復活となったのだ。1998年になるとこのような出来事があったのだ。戦前に東京大学が採取保存していた沖縄の黒麹菌がサンプルとして残されているのが奇跡的に判明するよ。何度か処分の対象候補になりながらも奇跡的に東大分子細胞生物学研究所のコレクションに残されていたのだ。残っていたのは採取した600株余りの黒麹菌のうち19株。このうち沖縄で泡盛作りを続けている佐喜眞酒造と瑞泉酒造から採取された2株が含まれていることが判明したのだ。沖縄国税事務所で菌の培養試験と分析が行われた結果、佐喜眞酒造の黒麹菌はお米に繁殖しないということが判明したのだ。だから瑞泉酒造のみが酒造りに取り掛かることになったよ。戦前の黒麹菌を使うということで泡盛作りは試行錯誤の連続で大変苦労されたのだ。そして苦労の末に完成した泡盛がうさきという銘柄になるのだ。すごい。戦前の黒麹菌で作られた泡盛があるんだね。飲んでみたいな。現在も購入することができるので動画の概要欄に URL を載せておくよ。気になる方はアクセスしてみてほしいのだ。ゆるゆる泡盛チャンネル、今回は泡盛が黒麹菌を使用している理由について紹介したのだけど、いかがでしたか？麹菌は現在まで脈々と受け継がれていて、現在の沖縄の黒麹菌として生かされているんだね。同じ黒麹菌を使用していても製造方法で各蔵元の泡盛の味わいが違うので、いろいろな泡盛を飲んでみてほしいのだ。このチャンネルでは泡盛のことを初心者にも分かりやすいように配信しています。これからもこういった有益な情報を上げていきますので、気に入ってもらえたらグッドボタンとチャンネル登録もお願いしたいのだ。解説してほしい内容のリクエストもお待ちしています。ではまたゆるゆると解説するのだ。最後まで見てくれてありがとうございました。最後まで見てくれてありがとうなのだ。